ねむりんです。早速3回目で慣れてきたねむりんだよ。だから今日はさっさと来週の予告に行くね。来週はまさかのことが起こって、あの人がこんなことになって大変な感じだよ。あ、大変って言って思い出したけど、ねむりんの持ってる枕って大きいから持つの大変なんだよね。たまに背負ってたりするんだ。あれ、何の話だっけ。あ、予告だったね。とりあえず来週の話を見るために寝て待ってることにするよ。じゃあおやすみなさい。